勢力図、ロジャバのスラ戦線その他の反政府勢力シリア政府ワイッセル反体制派では2011年からシリアで生じているシリア内戦においてバッシャール・アル・アサド政権の打倒を掲げる諸勢力について記述する。チュニジアで発生したアラブの春は2011年になるとシリアにも波及する。同年3月、ダルアーで政府に批判的なスローガンを壁に描いた。 少年が警察によって拷問で殺されたとする報道がシリア国内外のメディアによって広く伝えられた。これをきっかけにシリアの地方都市を中心に反体制派が抗議活動を行うようになる。同年10月には政府軍から離反した軍人たちが自由シリア軍なる反体制組織を各地で結成し政権軍と実践を行うようになった。 暴力の応酬によって双方の死傷者は増え、それによって復讐心と憎悪が増幅され、それがさらなる暴力の応酬を生むという悪循環に陥った。シリアの反体制派には当初から体系化された指揮系統は存在せず、雑多な組織軍がそれぞれが死傷連行しながら活動しており、自由シリア軍もいくつかの武装勢力が個別に自称しているに過ぎず、 これらの組織は2013年以降、穏健な反対性派と呼称されるようになった。穏健でない反対性派には、テロ組織に認定されたレバント制服先生をはじめ、イスラム過激派、ジハード主義者とされる多くの組織が存在している。アイッセルは政治的な理由で、反対性派とは区別されている。それらとは別に、クルド人が主体となったロジャバを、 反体制派に含むこともある。反体制派組織は春別されたものではなく、構成員の組織間移籍や組織間の合唱連行が繰り返されてきた。そのため、過激派組織と恩恵派組織を厳密に区別することはできないとされる。ヌスラ戦線などいくつかのイスラム過激派組織は共通の起源を持ち、外国人が主導権を握っている。中東、 イスラム圏の正常に詳しい明治大学特任教授、山内正幸によると、自由シリア軍やシリア民主軍、イスラム国など主要な反政府グループは5つある。さらに自由シリア軍は約100組織、シリア民主軍は約40組織で構成される。2011年4月8日、ダマスカス近郊。当時の抗議者たちは暴力反対や、 平和を表す看板を掲げていたアレッポにて、戦闘中の自由シリア軍兵士、穏健な反体制派は、イスラム過激派でないシリアの反体制派を指す。自由や民主主義をスローガンに掲げるが、シリアにおいては、宗教的マイノリティのアラウィー派に属するアサドを倒し、多数派であるスンニ派の政権を作るというニュアンスが、込められている。アメリカなどの諸外国に支援されているが、 動員力が弱く、エジプトやチュニジアで見られたような政府軍からの寝返りも、ほとんど起きていない。そのため、政府軍の残虐さを国際社会に訴え、支援各国に軍事介入を呼びかける戦術をとっている。当初はデモ活動を中心に行っていたが、2011年10月に政府軍から離脱した兵士が自由シリア軍と称する、組織を結成すると、 各地で暴力の応酬が本格化した。しかし自由シリア軍は当初から司令部が乱立して統制を失い、2012年夏過ぎには指揮、規律の低下により人身の離反を招いた。大同団結のために2011年9月にはシリア国民評議会、2012年末にはシリア国民連合が結成されたが、いずれも失敗に終わっている。 そのため比較的士気が高いイスラム過激派に反体制派の主導権を奪われており自由シリア軍にアサド政権を倒せる見込みはないと見られている。反体制派の中でイスラム過激派が台頭していることが広く知られるようになると支援のあり方を問われた欧米諸国は2013年3月頃から恩恵な反体制派という言葉を使い始めた。 当初はシリア国民連合など非武装組織を指していたが、徐々に非イスラム過激派武装勢力を指す言葉に変化した。自由シリア軍は2013年末に最高意思決定機関と見られていた最高軍事評議会がシリア国内に拠点を失い、2014年9月には国民連合から解散を命じられた。2016年現在、自由シリア軍は ヌールテディーン・ザンキー運動、スルターン・ムラード師団、第13師団、ムジャーヒディーン軍など、複数の組織が個別に自称しているに過ぎないとされる。また、欧米諸国は2014年9月以降、恩恵な反体制派に、アサド政権打倒ではなくアイスセル打倒を求めるようになり、支援のあり方も変化している。2014年から2015年にかけて、 首都ダマスカス近郊やシリア北部のアレッポ県、イドリブ県では自由シリア軍などの穏健な反体制派武装勢力がイスラム過激派に駆逐されていった。特にアメリカに支援されていたハズム運動がヌスラ戦線に敗退したことで崩壊したことはアメリカの穏健な反体制派支援政策に打撃を与えた。2015年9月以降は 穏健な反体制派も、ロシア連邦航空宇宙軍によるシリア空爆によって爆撃され弱体化に拍車をかけた。存亡の危機に立たされた穏健な反体制派は、イスラム過激派組織やクルド人民防衛隊との連携や構成に転じているシリア政府軍との停戦交渉に応じた降伏などの結果、これら各勢力に駆逐されるか吸収され、参加となり、 独立した主体としては事実上存在しなくなったとされる。シリアの反体制派におけるイスラム過激派は、シリアで多数派を占めるスニ派である。シリアの宗教的少数派を排撃しており、キリスト教徒はベイルートへ行け、アラウィー派は破壊などのスローガンを掲げた。ホムスでは内戦から1年のうちに、キリスト教市民の90%が追放され、 200人余りが人質として捉えたとされている。イスラム過激派は反体制派の主導権を握ったものの、その残虐さからシリア人民や他の武装勢力、反体制派の支援国から不況を買っている。ヌスラ戦線などイスラム過激派は反体制派にとってアサド政権に対抗する上で貴重な戦力であった。そのため自由シリア軍と イスラム過激派の共同作戦が行われたこともある。ただし、欧米諸国は、イスラム過激派の存在を理由に、反体制派支援する武器を殺傷力の低いものに、抑えてきた。また、イスラム過激派には、反体制派の一部を、堕落したもの西洋諸国、アメリカ政府、シリア政府の手先とみなす者も,もいた。アルカイダのシリア支部である、ヌスラ戦線は、 2014年以降シリア北部において恩恵な反体制派を駆逐していった。それはアイセルに対抗して独自に市長国を建国するためでもあった。その結果、シリア革命化先生や弾む運動は壊滅させられた。2015年頃からロシア軍が本格的に軍事介入し空爆の精度や頻度が大幅に上がったことに伴い、 ヌスラ戦線などの幹部が相次いで戦死したとされる。そのためヌスラ戦線をはじめとしたイスラム過激派は、穏健な反体制派の元支配地域や住宅街に拠点を作ることで空爆を避けようとしている。クルド女性防衛部隊兵士、ロジャバはクルド民主統一党が主導する反体制派勢力。シリア北部のクルド人居住区などを実行支配する一大勢力。 クルド人民防衛隊を中心としたシリア民主軍と深い関係にある。穏健な反体制派と異なり、政治プロセスによるアサドの退陣を目指しているとも、されるが、主目的は、実地の獲得あるいは独立であると思われ、アサドの居住については二次的なものとしている。そのため、地域や状況によっては、アサド政権との協調も見られ、反体制派というよりは、 第三勢力あるいは独立派と呼んだ方が正確である。なお、イスラム過激派とは明確な敵対関係にある。日本や欧米諸国の政府、メディアは、しばしば、ロジャバをクルド勢力と呼び、他の反体制派組織と区別している。トルコ政府は、ユープグをトルコクルド人の非合法組織クルディスタン、労働者等の一派とみなし、警戒している。ロジャバは、 政府軍を積極的に攻撃することがなかった上に、アメリカから優先的に空爆による支援と武器の供給を受けているため、他の反体制派から反感を持たれている。前述のように状況や地域によって、アサド政権、反体制派双方と協調や対立をしてきたが、2018年1月のトルコ軍によるアフリーン軍進行以降は、反対制派の 各勢力がトルコ軍と協調するか、アサド政権との戦闘を優先する中で、ユープグはアサド政権に軍事支援を要請。交渉の末、アサド政権側も支援要請に応じ部隊派遣を決定したため、一部占領地域をアサド政権に譲するなど両者が急速に接近した。後に、米軍の早期撤退が撤回されたことや、 アサド政権との戦後交渉の不調、新型コロナウイルスの流行による勢力地域の固定化もあり、2020年現在は米軍の駐留を背景に勢力圏の維持を図っているが、アサド政権とは対イスラム過激派、対トルコなど共通の利害関係が多いため、双方とも独立や自治拡大などロジャバの挙手結果にかかわらず、 一定の協調関係は維持していく方向であると考えられる。アルアサド家が属するアラウィー派は古くからイスラム教の一端として権をされていた。政権はスンナ派からの敵意を恐れ、スンナ派名簿化、裏マーソーを統制、怪獣する一方、同胞団などの政権を批判するスンナ派勢力を徹底弾圧した。さらに、中華層スンナ派国民の生活保護や投与を行い、 多くのスンナ派は政権に協力的になる。スンナ派の同胞団支持勘定は強いように見受けられるが、1982年のハマー虐殺以降、同胞団の国内組織はほぼ壊滅した。シリアでは、アルカイダのような過激派の侵入は厳格に阻まれ、政権に協力的なスンナ派名簿家と、ウラマーがスンナ派をまとめていた。2011年、チュニジアとエジプトで、 権威主義的独裁政権が大規模な民衆デモにより打倒された。アサドは革命を警戒し、警察、治安機関に住民とのトラブルを避けるよう指示していたと言う。しかしダルアーの治安組織は3月に反政権的なスローガンを落書きしていた少年を逮捕、拷問し、これに抗議するデモを激しく弾圧した。 この様子がインターネットや国際メディアを通して国内外に配信され、デリゾール、ハマーといった地方都市で政権の人権侵害や圧政に対する抗議デモが続発した。デモが発生すると政府はその地域を封鎖してライフラインを遮断し、政府支持派の住民を政権支持の完成デモに動員し、軍、治安部隊、シャッピー派を投入してデモを鎮圧する。 そうするうちに別の地域でデモが発生し、アサド政権はその地域に軍、治安部隊、シャッピー派を転戦させるという状況が数ヶ月間続いた。2011年3月以降、政権と反体制派の衝突が激化する中、一般スンナ派とウラマーラ国内の反体制派と国外で活動を続けてきた同方団系の活動家とが合流し、 恩恵な反体制派として存在感を強めた。裏間は政権から優遇され、多くは政権と協力的であったが内戦勃発とともに政権からの暴力にさらされ、反体制派に願えるものが相次いだ。一方、国際世論上ではシリア政府と反体制派の間で様々な広報戦が行われた。そこで、 反対制派で活躍したのが世界中に散ったシリア系移民とその子孫であった。彼らは19世紀以来、西欧、南米、北米、オーストラリアなどへ移住し、高度な専門知識、技術を身につけて実業家、医師、学者、技術者として活躍してきた人々も少なくない。彼らは英語やフランス語などに堪能で、ホスト社会で高い教育を享受しつつ、 自分たちの出自をそれほど意識せず、シリアにも関心を払ってこなかった。しかし、アラブの春を機に反体制派に課題入れし、欧米主導の国際メディアやインターネット社会でプロパガンダ活動を行った。この影響力は政権がプロパガンダを圧倒し、短期間でシリア政府に批判的な国際世論を形成した政府と、 反体制派の対立はエスカレートし、政府軍の中にも反体制派に願えるものが出てきた。彼らは自由シリア軍を名乗り、武装集団を各地で結成し、政権側の軍、治安部隊、シャッピー派と交戦を繰り返した。治安が極度に悪化し、シリア政府はトルコ国境での統治能力をほぼ失った。反体制派は、 政権から離反した兵士たちが兵器を持ち出したことで政府軍に対抗できるようになった。政府支配地に泊まる公務員、軍人などにも政権崩壊に巻き込まれることを恐れ、反体制派支配地や国外に脱出する機会を伺う者もいたとされる。しかし政府はアレッポ、ハマー、ホムスといった大都市に勢力を残し、 反体制派支配地は、農村部や農村地域の中小都市に点在し、面的な制圧ができていなかった。このため、シリア政府軍と反体制派の戦闘は硬着し、内戦は長期化した反体制派には、支援、宗派、民族などで結びつく、無数の集団が含まれる。FSA と総称される、リハン軍人部隊も、各活動地域で別個に戦闘を続け、 地元調整委員会などと称する無数の集団が全土に散在し、単一司令部のもとで統制されているわけではない。FSA 以外にも様々な武装集団がおり、各集団相互の連絡、連携も少なく、全体を代表する機関を書いた。マルクス主義からイスラム過激派まで様々な思想、心情の組織が乱立し、アラブ人の他に、 クルド人やトルクメン人など民族を基盤とした排他的グループも存在したためである。また、シリア系移民の多くはアラビア語が喋れず、シリアに行った者も,も少なかった。そのため国外と国内で、それぞれ反アサド運動が盛り上がったにもかかわらず、一挙に政権を打倒することができなかった。一方、政権の支持基盤は内戦当初を想像された以上に強固であった。 アサド政権下では、支援、血縁、宗派などのコミュニティを媒体に、様々な人々が利権を得ていた。既得権益である軍や、警察のうち、農村部や都市化層民の出身者は特にアサドへ、恩義を感じ、体制の強固な支持者となっていた。また、直接利益を得なかった者の中にも、良好な治安の恩恵を受けた、アサドの消極的支持者も多かった。 彼らはアサドが倒された場合の治安悪化や混乱を警戒し、政権打倒のスローガンにも冷ややかであったとされる。このため、ダルアーで政府側が強硬な対応をしなければ、内戦がここまで広がることはなかったとする見方もある。また、政府が反体制派を恐れるあまり、消極的支持者にも締め付けを強め暴力を振るったことは、自らの支持基盤を切り崩し、 反体制派を勢いづけることにつながった。アラブの春は明確な理念、理想を掲げず、独裁政権打倒を旗印に、様々な思惑を持つ人々が集まって始まった。そのため政権打倒が見通せなくなる中、統一的な目標、思想を見出すことに困難を抱えた。民族主義、社会主義は、権威主義体制が掲げていただけに、求心力が弱かった。また、 世俗主義は欧米留学経験を持つインテリ、富裕層のイメージが強く一般国民や反体制派の現場からは遠く感じられた。そのため反体制派でイスラム恩恵派が存在感を強めた。彼らは国民国家シリアの統合を維持しつつ政権を打倒し、スンナ派の協力を社会的構成の基礎に位置づけ、少数派の権利に配慮した民主的で、 多元的な社会の実現を目指した。統治機構の完全破壊は、イラクと同様の混乱を招くので、大統領大臣と秘密警察などの人権侵害に、加担した機関の解体に止め、警察、軍などの治安機構と、各省庁の統治機構は温存し、新体制に組み込むことが想定された。このような指針はスンナ派の共同体秩序の維持を重視する面と合致するが、 サラフの時代への回帰や運魔の再興を強調するイスラム過激派がシリア国内に地盤確保することの阻止が課題とされた。また、外国の軍事介入が見込めない中、反体制派の軍事力で大統領大臣に追い込むめどが立たなかった。2012年11月シリア国民連合が結成され、ダマスカスのウラマアメーカ出身であるアフマドムワーズ、アルハティーブが 議長に選出された彼は11年12月に政権の暴力にさらされて国外に脱出しており、遅れて反体制に参加した。ウラマーの伝統的権威と潜在的調停力を組織と意志の統一を期待されていた。都市部中産階級や農村部名簿家層の出身で専門教育を受けたイスラム恩恵家たちは、イスラムの教義、思想の専門家であるウラマーを尊敬し、 各職業的活動や日常生活の中で、イスラムの協議を重視してきた。そういったイスラム恩恵派とは別に、2012年10月頃より、国外からジハードと巡教を目指すイスラム過激派が侵入した。特に有力だったのがアルカイガとのつながりも指摘される。ヌスラ戦線で、彼らは世界各地の戦場で豊富な戦闘経験を積み、湾岸諸国などの裕福な支持者たちから、 豊富な資金と装備の提供を受け、連度と装備で劣る FSA と比べて高い戦闘力を発揮した。彼らは政権関係者、支持者を殺害、拷問し、殉教を望んで政府軍と果敢に戦った。穏健な反対性派は過激派の戦績を評価する一方、その過激な思想、手法には懸念を示していた。西洋的世俗主義者への反感。 他に適当な理念、理想が見出せないという消極的な理由から、イスラム重視やイスラム恩恵派への共感は、ムスリムの宗教感情を背景に醸成された脆弱なものであった。これに対して、FSA の脆弱さ、政権との交渉を模索する国民連合を弱腰と批判して、ヌスラ戦線などの過敢な闘争姿勢に人気が高まった。また、 反体制派の多極化により、対立軸も民衆運動から発展した反体制派と、それを一方的に弾圧する独裁政権というよりは、アサド政権も複数勢力の中の最大の武装勢力に過ぎない存在となる。恩恵な反対制派の間では、ジハード主義者は、ジハード継続と順教なので、シリア内戦が終われば、別の戦場を求めて去るという楽観的予測や、 ルスラーは意見の異なる、他のスンナ派を攻撃していないので、アルカイダとは異なるという見解もあった。一方で、彼らが厳格なシャリーア統治やカリフ制再構を施行し、国民国家シリアの存続と、ヒスンニ派にとって、深刻な脅威になるという見解もあった。十分な装備と食料を持って、シリアに来た彼らは、装備、食料の多くを国内調達しなければならない地元、 武装勢力と異なり、略奪を行うことがない。その上、死を恐れず、戦闘の手段を選ばないイスラム過激派は、政権の暴力にさらされる一般寸な派から支持を得ていった。2011年にアラブの春がシリアにも広がりを見せ始めたことに伴い、2011年3月7日、13名の政治犯がハンガーストライキを決行するとようやく流れに勢いがついてくる。 3日後には数十名のクルド人がアサド政権への抗議を掲げてハンガーストライキを行った。3月12日にはカーミシュリーにて大規模なデモが開かれアサド政権への抗議とカーミシュリー事件での犠牲者たちへの追悼が行われた。抗議活動は2011年の3月から4月にかけて拡大。アサド政権は無国籍のクルド人に 市民権を与えると約束することで民衆をなだめようと心を見るが、それから夏にかけてシリア政府の暴力的な取り締まりが強化される中で民衆の抗議はただ過激さを増していった。2011年の5月31日にトルコのアンタルヤにてシリア野党サミットが開催された。しかし12の政党からなるクルド人の政党連合はこのサミットをボイコットした。八月には イスタンブールでサミットが行われ、シリア国民評議会の設立につながったが、イスタンブールのサミットには12のうちの2つのクルド人政党が参加しているものの、残りの10グループはサミットへの参加を見送った。クルド人の政党連合はサミットをボイコットした理由として開催地がトルコであったことを挙げている。シリア国民評議会への参加を見送ったことで、クルド人勢力は アサド政権とも、反体制派とも距離を置く形となった。クルド民主統一党の議長は、シリア国民評議会へのクルドの不参加は、戦略的な決断であると語った。クルド人民防衛隊は2012年7月19日に、コバニを占領し、続く20日にはアムダ、アフリーンを支配に置き、シリア政府軍、反体制派に続き、第3の勢力として、 シリア内戦へ参加することとなった。クルド民主統一党とクルド人国民評議会は、これらの都市の行政を行うために共同で委員会を組織したが、シリア政府の治安維持部隊は、これといった抵抗もなく撤退したために大規模な衝突は起きなかった。シリア政府軍もまた別の地域での戦闘へと向かった。クルド人部隊がたやすく都市を制圧し、 政府軍は大きな抵抗もなく撤退を繰り返していった裏にはクルド人勢力とシリア政府との間に取引があったのではないかという推測が存在する。ロジアバでの抗議活動は2011年を通し2012年の春まで続いた。しかしシリア北部からはクルド人のグループはもちろん他のエスニックグループにしても自由シリア軍には参加することはなかった。 アサド政権後のシリアで、クルド人の代表権を認めるという確約が得られなかったことが理由にあるとされる。2013年に入り、反体制派陣営では、自由シリア軍やシリア国民連合の統治能力欠如が露呈する中、イスラム過激派が台頭し、反体制派内での対立が激化し、イズなどが反体制派から離脱し、独自勢力となる一方、 アサド政権の短期崩壊の可能性がなくなったことで、クルド人勢力はアサド政権との協調を模索し始める。2014年にはイズがさらに勢力を拡大する。一方、反体制派内でもヌスラ戦線を中心としたアルカイダ系が主流となる。これらスンニハイスラム過激派勢力はクルド人に対し排他的であり、クルド人勢力は反体制派と距離を置き、 逆に、アサド政権とは必要に応じ強調する関係となる。2015年には、アメリカの仲介により、ユープグを主体に一部の反体制派も含めた反体制派組織、シリア民主軍を結成。2016年8月21日には、ハサカで残余の政府軍と衝突。ユープグはハサカ南部の政権側支配地域を包囲、これに対し政権側は、 クルド人実効支配地域に内戦下で初めて空爆を実施したが23日には双方がロシアの仲介で停戦。一方で2016年後半の政府軍のアレッポ奪還作戦では一部の戦線を担当し事実上の同盟関係となり政府軍を支援した。2017年後半には伊豆田島後の支配権をめぐり政府軍とデリゾールや 落下の解放を起うが主導権をめぐる政治的な対立はあるものの双方の直接的な戦闘は控えられている。アレッポでは2012年の反体制派侵入以降、市の東部を中心に反体制派が支配権を有する一方、市の西部はアサド政権が維持し補給路を守り抜いていた。シリア政府軍と反体制派がアレッポ市内を東西に分断し、 市の支配権と補給路をめぐり長期にわたり激しい軍事衝突を繰り返したが2015年9月末のロシアの軍事介入が大きな転機となった。ロシア介入後もしばらくは空爆の対象がラタキア県、コムス県、ハマー県と広範囲かつ散発的に行われたため依然として反体制派が荒れっぽで戦闘を有利に進めていたことに加えて 反体制派内の対立も続き、防御陣地の強化や、各反体制派武装勢力が連携できるトンネルの建設など、防御戦闘への戦術転換は行われなかった。また、政府側から持ちかけられた協定も跳ねのけていたが、2015年11月には、アレッポ方面でのロシア軍の空爆が本格化し、ロシア軍の航空支援と連携した政府軍が、伊豆に、 包囲さされていたた。アレッポ近郊のクワイリス軍事空港開放を成功させた2年にわたり包囲されていたクワイリス軍事空港の防衛と解放の成功は、シリア政府軍の士気を大いに高め、ロシア軍の航空支援に加え、地上ではイラン人軍事顧問、ヒズボラ兵士、イラクアフガニスタン系民兵、パレスチナ武装勢力、そしてアレッポの一地区を支配するクルド、 人民防衛隊といった内外の親政府民兵も加わり、アレッポの反体制派に攻勢を加えた。この結果、政府軍側がいくつかの主要地区を占領し、反体制派兵士は攻撃にさらされやすい地域へ退却した。2016年2月、ロシア空軍の支援を受けた政府軍とユップグがアレッポ北部を攻撃し、トルコからアレッポや イドリブ県へののの補給路の一つをを寸断した。この事態を受けて、アレッポの反制派活動家は、アレッポ県北部の反体制派15組織にアレッポ軍として統合して政府軍に対して反転攻勢に出るよう呼びかけた7月には政府軍がアレッポの反体制派支配地を包囲したがこの時は反体制派の反撃によって短期間で包囲は破られた8月 アサド大統領は、アレッポの反体制派戦闘員に対して、3ヶ月以内に投降すれば、罪に問わないとする大統領令を発したが、反体制派のほとんどは、投降や交渉を拒否した。9月、政府軍は、反体制派に奪われていたアレッポ南部を再奪還し、反体制派支配地を再包囲した。これにより、アレッポの反体制派は移動、補給ルートをすべて失う。なお、 この時点で、アレッポの反体制派支配地には25万人の住民がいるとされた。また、この頃からアレッポの反体制派支配地に住むとする少女バナアルアベドがツイッターで街の様子を発信し始め、大きな注目を集めた。11月に政府軍は反体制派に猛攻をかけ、4年ぶりに花の地区が奪還されるなど、 物資が突きかけていた反体制派は一気に後退した。この構成で反体制派はアレッポ東北部の支配を失った。2016年12月22日、シリア軍総司令部はアレッポを解放したと発表。また、反体制派組織イスラム戦線に加盟するシャーム自由人イスラム運動幹部も事実上の撤退を認めた。シリア最大の都市アレッポの奪還成功で、 アサド政権は内戦での勝利に大きく近づいた。2017年11月、政府軍は自らデリゾールを奪還し、また、ほぼ同時期にアメリカの支援を受けたクルド人民防衛隊主体のシリア民主軍が落下を制圧したことでいずは事実上崩壊。ユープグとは互いに対立しつつも協調を維持していたアサド政権はデリゾール及び 周辺の市町村を安全化すると、2018年2月には、首都ダマスカスの東グータ地方で牢上していた反体制派への制圧作戦を開始した。3月9日、政府軍は、反体制派の支配下にあるバイトサワー村を制圧し東グータ地方を南北に分断。10日、政府軍は東グータ地方をドゥーマ市及び同市北部一帯、ハラスター市一帯、 それ以外の南東部の3つに分断することに成功。15日、政府軍が東グータ地方中部ハームリーヤシを制圧、同市住民約2万人が政府支配地域に避難。同日、東グータ地方デュマ市でも市民数千人がシリア政府支配地域に退去。同15日、ダマスカス近郊やルムークパレスチの難民キャンプで政府軍とイズの停戦合意が成立。 3月18日には、アサドが東グータの前線を視察。22日、ロシアの仲介により20日に成立したシリア政府と、シャーム自由人イスラム運動の停戦合意に従い、21日に、開始された東グータ地方ハラスター市の戦闘員と、家族の退去が完了。24日、22日に、ロシアの仲介で交わされたシリア政府と、 ラフマーン軍団の停戦合意に従い、東グータ地方のアルバイン市から退去を開始。4月1日、ロシアの仲介で、シリア政府とイスラム軍による東グータ、地方ドゥーマ市での停戦合意が成立。2日、イスラム軍が東グータ地方ドゥーマ市からの撤退を開始。4月5日、イスラム軍の内部対立により、ドゥーマ市からの撤退が延期するも、8日に、 シリア政府とイスラム軍の停戦交渉が再開され、イスラム軍がドゥーマ氏から戦闘員を退去させることに合意し、9日、イスラム軍のドゥーマ氏からの退去が再開。4月14日、シリア政府軍がドゥーマ氏を奪還し東グータ全域の制圧を発表。東グータの陥落に伴い、反対政派がアサド政権中枢であるダマスカス艦長外を攻撃する手段を完全に、 失ったことで、アサド政権の存続は、確定的となり、アサド政権打倒を目指して始まったシリア内戦は、事実上の終焉を迎えた。東グッタ陥落後も、シリアでは、ユーフラテス川東岸地域をアメリカが支援するクルド、人民防衛隊主体のシリア民主軍が支配、また北西部では、イドリブを中心とした一帯を、反体制派の残党が支配しているが、 ユープグの目的は、実地の拡大あるいは独立であるとされ、アサド政権とは互いに、一定の協調関係を見せている。イドリブを中心としたシリア北西部で活動を続ける、反体制派だが、政府軍が、アレッポや東グータほか、各地域に散在した反体制派支配地域を、奪還し、戦力の集中が可能になったことに加え、前述のように、シリア民主軍は、 アサド政権とは互いに戦闘を回避しているため、イドリブ一体の反体制派は事実上封じ込められた形となり、その存続は事実上トルコの支援に依存する形となっている。また、トルコも国内のシリア難民対策やクルド人勢力への構成のために反体制派とその支配地域を保護すべく直接的な軍事介入を強める一方で、 全土の最奪還を進めるアサド政権と実行支配中の勢力権を防衛するクルド人勢力が対反体制派、対トルコでの協調関係を強め、アサド政権打倒を目指して始まったは、シリア内戦の性質はシリアとトルコの国家間紛争へと大きな転換点を迎えている。2017年後半から2018年前半にかけて、 かつてはシリアからイラクにまたがる広大な勢力圏を有した伊豆が崩壊する一方、政府軍が首都ダマスカスの東グータ地方を拠点とした反、体制派の制圧に成功したことで、アサド政権の存続が確定し、アサド政権打倒のためのシリア内戦は事実上終焉を迎えた。一方、2018年初頭に前年の伊豆崩壊に伴う、 クルド人勢力の伸長を阻むべく、トルコの直接介入が本格化。反対性各派がトルコ軍と協調するとともに、ユープグの支援者であった欧米も、ナトー加盟国であるトルコの侵攻を事実上黙認。一方で、アレッポやデリゾールといった主要都市の奪還を成功させ、戦力に余力が出ていたアサド政権がユープグの支援要請を受け援軍を派遣。 ロジャバでは2018年3月にトルコ軍がアフリーンを制圧したが2019年10月のトルコの進軍に対してはユープ軍が政府軍にマンビジを移常した2020年2月には政府軍のイドリブへの攻勢に伴い政府軍と反体制派を支援するトルコ軍との軍事衝突に発展政府軍の空爆で トルコ軍兵士33人が死亡する一方、トルコの報復攻撃で政府軍も損害を受けるなど、シリア内戦の様相はシリアトルコ間の紛争へと変化しつつある。2020年3月5日、シリアとトルコの軍事衝突の激化をめぐり、ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領がモスクワで会談、現地時間6日未明から停戦に入ることに合意。 合意内容は以下の3点。2020年2月の構成で、アサド政権が交通の要であった M5M4 両幹線道路の奪還を達成。シリア民主軍とはすでにユーフラテス川を境に勢力圏が隔てられていたことに加え、新型コロナウイルス感染症のシリアへの波及なども重なり、2020年3月以降は各勢力とも到着し、 大規模な戦闘は控えられている。反体制派の構成員は、日和美的に有力な集団へと所属変更を繰り返してきたものが少なくない。反体制派組織同士も相互に連携することで政府軍に対抗しようとしてきた。結果的に、穏健な反体制派とイスラム過激派は合唱連行を繰り返しており、両者を厳密に区別することはできないとされている。 反体制派がこれまで設置してきた主な連合組織合同作戦指令室の一覧。太字は連合組織合同作戦指令室を指す。末尾のはアルカイダ系はア愛セル系であることを表す。それ以外の組織は基本的に穏健な反体制派かその他の過激派。外部リンクは日本の公安調査庁ホームページにおける解説記事。 反対制派のファトフ軍がイドリブを占領してから同市で最も強い発言力を持ったのはサウジアラビア出身のアルカイダ活動家アブドラムハイシニーであった。彼は市内にシャリーヤ学院、教戦センター、訓練基地などを開設し女性や子供を対象に宣伝、教育活動を行った。この手法はアイセルと類似していると指摘されている。 シリア国民同盟などの諸派もイドリブ市に拠点を置こうとしたが、無敗イにーが、イドリブ市長国を宣言し、彼らを排除した。イスラム過激派のヌスラ戦線と、その同盟者は、支配下にあるイドリブ県において、アイセルのようなイスラム統治を行った。まず政府支持者、次にキリスト教徒を公開処刑した。公開処刑は、イスラム統治を受け入れさせるために、 社会的に影響力が強い者や著名人を組織的に処刑したとされる。これにより60万人いたイドリブ市民の4分の3は町を離れ、特にキリスト教徒は一人もいなくなった。彼らはイドリブ県地方部、ハマー県、ホムス県、沿岸地方などへ避難した。ファトフ軍がイドリブを占挙して2ヶ月以内に住民に対して愛せる占領地で見られるような シャリーア的服装を義務付けた。また、貫通罪に対する刑罰として、女性を石打ちで処刑した。礼拝をしない者に対しては鞭打ち刑が執行された。ヌスラ戦線は、イドリブジやその周辺の住民から税金を取り、衛生、電気、水道、行政機能も管轄するようになった。背景には独自の統治機構を構築している、アイセルへの対抗心もあると指摘されている。 しかし、税金に似合った行政サービスを提供する能力がないため、アイスセルやアサド政権のような求心力は持っておらず、市民のデモに対して屈したこともある。政府支配地に包囲された反体制派支配地では、兵糧攻めによって、食料、医療品などが不足した。そのため、土があれば狭いスペースでも、小麦やほうれん草が栽培された。また、 プラスチックのゴミを溶かして油を抽出し機械、電化製品の燃料として使用された。技術的にはディーゼル、石油、潤滑油などを生成できるが爆発する危険性がある。法以下にあった反体制橋配置のホムス北部では地元のパンプロジェクトが行われた。これは自治体が小麦栽培の必要物資を農家に供給し、農家は収穫した小麦を 地元政府に優先的に売り、便乗値上げをしないと制約すれば、農家は人道支援団体や亡命した家族を保証人にして、生産拡大のローンを組めるというもの。これによりこの反体制派支配地域のパン価格は下落した。反体制派支配地域では物価が高騰しており、高級をもらう武装勢力の戦闘員を除いて、生活は困窮しているものが多い。 ダルアーケンでは、反体制派支配地域からバスで物価の低い、政府支配地域に長距離移動し、わざわざそこで買い物をする者も,も少なくなかった。そのため、高級な武装勢力の戦闘員になる若者が続出してたとされる。2015年時点で、反体制派には有名なものだけで4つの刑務所があった。そのうちダマスカス郊外のタウバを除いて、 イドリブ県に三つの刑務所がある。これらは住民を追い出した村落を刑務所にしたものである。ヌスラ戦線などは、捕虜、ハーリム、ザンバキー、中央各刑務所に収監している。刑務所には政府軍兵士、政府関係者、敵対勢力構成員ら数千人が収監されている。中には政府支持者やハズム運動支持者などに仕立て上げられ、 身に覚えのない容疑で突如拘束された者もいる。囚人の多くは反体制派勢力間の対立が原因で恣意的に収監され、復讐目的で不信仰、政府指示などの罪状が与えられる。裁判はイスラム法に則ることになっているが、その判定基準についてはよくわかっていない。シャイフは独断で囚人を釈放できる。また、イドリブ県の刑務所では、 ヌスラ戦線、シャーム自由人イスラム運動の戦闘員を仲介者にすれば釈放されることが多かった。その他に革命への寄付を行えば釈放してもらうこともできた。ザンバキー刑務所では約1700人が収監されている。性別や宗教、宗派によって収監される差は異なる。医務室、シャワー室はなく、食事は1日2度。 生存に最低限の量が与えられる。その他にも刑務所は多数あるが、それらは人道の面で監視も受けていない。このような刑務所の惨状は、アサド政権に比べて改善していないどころか悪化していると評される。恩恵な反体制派、イスラム過激派、ロジャバなどが支配した主な都市。シリア内戦における反体制派は当初既存の政党。 政治勢力にも所属していない人々に広がっていった。彼らは治安部隊の暴虐に怒りを覚えた普通の人々であったとされデモを組織しデモに参加していた。特にインターネットや携帯電話を使いこなす若年層が多かった。彼らの抗議活動とそれを弾圧する政権の姿がインターネットや国際メディアを通じて世界に 配信されると民衆や国際世論においてアサド政権への批判が高まった。それ29世紀以降欧米で暮らしていたシリア系移民の末裔も反体制派の支援に乗り出し自らが居住する国を中心に反アサドの機運を盛り上げていった。しかし彼らはアラブの春までシリアに対する意識が薄かったためシリア国内に人脈が乏しく シリア本国の活動家と連携が取れなかった。国内の活動家とシリア系移民の末裔をまとめ上げるために立ち上がったのが1980年以降、シリアから亡命死出活動を続けた筋金入りの反体制派である。彼らはシリア国民評議会を作り、反体制派の連携を図ったが、多様な主義主張を持つ多数の集団を取り込んでしまったため、 意見集約ができずに失敗した。地理的には北東部、内陸部、農村、乾燥地帯の住民が反体制派に積極的に加わった。騒乱前のシリアでは気候変動や都市重視の政策によって都市と農村の格差がかつてないほど広まっており、終焉化され経済発展が遅れたこれらの地域ではかつて支持していた政権に対する反発が高まっていた。 一方で、ダマスカスアレッポ及び沿岸部の住民は、比較的豊かで安定した生活を送っており、反体制派に脅威を覚える人々が多かった。ソーランカの反体制派支配地域では、経済情勢が悪化しているにもかかわらず、反体制派戦闘員は、高い給料を受け取っている。そのため、経済的に困窮した若者が、反体制派に入ることがある。 反体制派の支援国で構成するシリアの友人たちの会合シリアでは、先代大統領ハーフィズ・アル・アサドの30年にわたる長期支配で軍事力と秘密警察を背景にアラブ世界最強の独裁体制と国民統合体制が構築され、それはバッシャール・アル・アサド政権に移行後は徐々に改善されてはいたものの、依然としてバースト主導の強権体制が続いており、 その強権、残虐さは欧米の民主主義国から嫌をされてきた。また、シーア派系のアラウィー派が力を持ち、アラブ社会主義に則っ,った世俗主義を掲げていることが中東寸に派諸国との対立につながってきた。そのため内戦が起きると欧米、サウジアラビアカタールアラブ首長国連邦、トルコなどがシリアの反体制派を支援した。特に国境を接するトルコは、 反体制派に資金、兵員を供給する経由地となった。しかし、反体制派は国外のスポンサーごとに分裂し、アサド政権との戦闘以外にも反体制派同士の内紛を起こしたことに加え、アサド政権が想像以上に強固だったことと、アサド政権崩壊を恐れたキリスト教徒や少数ハイスラム教徒のシリア国民の間で、アサド政権への支持が根強かったことから、 恩恵で民主的な反体制派が短期間にアサド政権を倒すという当初の見込みは外れた。2013年4月頃、アサド政権が反体制派に化学兵器を使用していたという疑惑が浮上し、アメリカやフランスが政権への攻撃を試みた。しかし、ロシアの反対によりこの計画は潰され、アサド政権が倒される見込みはなくなった。ヌスラ先生が アルカイダの一派であることが公然と知られるようになると、欧米、湾岸諸国は武器や資金がイスラム過激派に渡ることを恐れ、反体制派への支援を減少させた。このことは2013年夏以降の政府軍の攻勢につながる。2015年、アメリカはシリア国外で反体制派を訓練し、シリアに送り込んだ。しかし構成員の大半は持ち場を離れ、 舞台は戦闘不能となってしまった。アメリカとロシアはそれぞれロジャバを支援しているとされる。これに対して、ロジャバを警戒するトルコの首相アフメトダウトオールは、トルコが戦っているテロ組織とのいかなる協力も認めることはできないとして、米論に抗議した。アイセルはその前身となる団体が2004年には、すでにイラクで活動していたが、2011年時点では、 勢力が衰退していた。その頃、シリア内戦では、反体制武装勢力が、思想、蘇生を詮索されることなく、国外から資源を調達することができた。シリアの友人たち3カ国のうち、サウジアラビアトルコカタールは、アサド政権の破壊のためにあえてイスラム過激派を支援していた。欧米諸国は、イスラム過激派を主力とする、反体制派が、 民主化を施行しているとみなして黙認した。そのため、アイッセルは反体制派の中に紛れ込み、欧米諸国や一部アラブ諸国、トルコなど外部から寄せられる資源の受け取りでとなることができた。革命後のチュニジア・リビアなどは、政情不安を避けるために過激派をシリアに送り出し、サウジア,アラビア・クウェートなどでは過激派に資金を提供していた。これらの行動は意図せざる結果として、 アイスセルの勢力を拡大した。一方、ロシアイランなどは、アイスセルなどのイスラム過激派対等が、アサド政権の弱体化をもたらすとして、早い段階から警戒していた。アイスセルがイラクへと勢力を伸長し、その悪影響を無視できなくなった、シリアの友人たち参加諸国は、アイスセルをシリアにおける他の反体制派と旬別し、ロシアイランと並行して、 アイスセルに攻撃を加えるようになる。2015年12月の国連アンポリ決議2254号では、シリア内戦解決に向けたプロセスの開始と、プロセスからのテロ組織の排除、そしてテロとの戦いを掲げた。ここで言うテロ組織とは、アイスセルやヌスラ戦線に加え、イシュグの合意とアンポリの決議で定められた両組織と、つながりのある、その他すべての個人。 組織を指すとされた。ロシアイランアサド政権は、停戦に応じない全ての武装勢力をテロ組織と解釈して、それらの組織にテロとの戦いを仕掛けた。しかしイシュグは、テロ組織に、穏健な反対制派は含まれないとしてロシアなどと対立する。また、トルコは、国内のクルド人勢力クルディスタン労働者等と、 つながりの深いロジャバをテロリストとみなし、勢力を拡大するロジャバに対抗して、シリアに軍事介入を行った。このような諸外国の対立は、アイスセルが生き残るのに有利に働いた。ありがとうございます。